新たな扉が開かれる。数々の伝説を作ってきた鬼ヶ伝説も4年目突入。その舞台となるのは埼玉を中心に展開するガーデングループ。伝説を作るために集められた鬼ヶメンバー総勢9名が王様の鬼ヶで完全自腹実戦バトルを繰り広げる鬼ヶ伝説。この番組はガーデングループの提供でお送りします。今回の収録点は新ガーデン八潮。八潮駅南口徒歩30秒、パチンコ440台、スロット560台、総台数は1000台、大型立体駐車場も完備の新ガーデン八潮が実戦の舞台である。お並びいただいた方に入場整理券を配布します。10時に入店、遊戯開始。撮影当日の実際の映像はこちら。出演者も一般のお客様と同じ条件で並んでおります。本日も朝一から大盛況の店内。今日は一体どんなドラマが生まれるのか。4ヶ月にわたる鬼はバトルロワイヤル。現在トップを走るのはポコミ。そして見習い降格となる最下位はこれまで MC として番組を引っ張ってきたレビン。残る戦いは1ヶ月。優勝、そしてレギュラーから番組見習いに降格するのは誰なのか。鬼はメンバーたちの負けられない戦いが今宵もまた始まる。よし、さあ始まりました、鬼は伝説。今回のメンバーはこちらです。さあ今回はですね、新ガーデンの最重要店舗でございます、はい、新ガーデン八潮店での実戦でございます、はい、ということでまずはお知らせからいきたいんですけども、はい、新ガーデン春日部がですねついに全館グランドオープンでございます。全館来ました、はいはいはい、さらにですねそれだけじゃないんですよ。なんとガーデンプラス所沢もグランドオープンです、はい、すごい、どっちに行くかちょっと迷っちゃいますね。もう両方キャラバンしたらいいんじゃないですか。はしご、なるほどね。まあ僕は春日部多めなんで、それはどうぞご家庭に、ご家庭に。そんなわけでですね、我々やってるのはですねバトルロワイヤルということで、もう4ヶ月にわたりですねこういう戦やっております。4ヶ月にわたる鬼はバトルロワイヤル。長期戦を制した優勝者にはご褒美、最下位は番組見習いに格下げ。さらに毎回トップの定まが1万発以上で視聴者プレゼントとなる。前回閉店くんが順位を上げ3位に上昇。そしてメイン MC であるレビンは最下位と窮地に立たされた。残るはあと1ヶ月、どんな波乱が待ち構えているのか。現在の1位はここにはおりません、はい、ポコミでございます。強い、グーネも出ないですね。もうグーネの出ないぐらい多分勝ってます。出してましたからね。そうなんですよ、はい、ただいいとこにいると思いますよ皆さん、2位なんで。あ、そう、2位ですか、はい、私前回まで2位だったんですけど転がり落ちまして4位です。あ、でも4位なんですね。あらら、でもフェアリンも5位です。フェアリンもって言うね。でもレビンさんは、僕ビリなんで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。誰が見習い決定だよ。お疲れ様でした。誰が見習い、まだあるから。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お別れの挨拶を見習いに。まだでも分かんない。そうなんですよ、まだありますから。そうですね、だからまだ10位こう競ってね。はい、そして1位になった方にはもちろんあれが待ってます。プラス1万発をやってもらう。あ、はい、1万発やってもらいますと視聴者の方にプレゼントもございますので、はい、勝つ方はぜひいっぱい出して盛り上げていきましょう。はい、はい、そんなわけで実戦スタートします。頑張るぞ。おー、今夜も目が離せない鬼はバトルロワイヤル。勝利するのは一体誰だ。この日もたくさんのお客様が詰めかけた新ガーデン最重要店舗の八潮。
この中でメンバーが狙う台は、はい、おはようございます。今日は若干天気が悪いですけどね、人の方はいつも通りかなり来てるということで、僕はいつも通りの機種で、いつも通りとは言わず今回はちょっと流れを変えて頑張っていきたいと思います。まあお庭バトルロワイヤルも終盤に差し掛かりましたが、ちょっとね今日はここで勝負を決めたいと思いまして、北斗無双狙いでいきたいと思います。一応私5位ということで、結構際どいんですよ。なのでここはちょっとあまり投資をしないっていうところで、朝一パチンコからのスタートをしていこうかなと思うんですけども、寝台の方を狙っていこうかなと思っております。はい、私コーデー好きはですね、番長3の方を狙っていきたいと思います。それでは実戦スタート。まずはレビン。では、私レビンはヘイ鏡から行ってみたいと思います。最重要店舗ですから、怪しよう、ここは一発ガツンと出したいですね。不調が続き、ついに最下位へ転落してしまったレビン。今日こそは意地を見せることができるか。あれ、これ対決まで行くんで、まあガセもあるんですけど、天国の可能性が一応ある。この後特訓行けば熱い。あー弱いけど、どうだ。特訓に発展すれば期待が持てるところだが、これ一応天国の可能性もあるし、一応通常 KC の可能性もある。次回予告、普通の対決、ちょっとチャンスアップ、中対決、まあ対決中は普通。よしよし、 OK。 いや今ちょっと弱かったからね、これワンチャン2ケイシローチャンスってない？頼む、これあるよ、ワンチャン、頼む、ボーナスか。あ、ボーナス、ボーナスでしたね、幸先よろし。はい、初当たり3000円でございます。あー、チャンス。立ち上がり早くもジェットボーナス。この勢いで KC 突入なるか。頼む、バスを回避してくれたらだいぶ熱い。あー、バスなんだね、そこはね。残念ながらこのチャンスは何も引けず、 KC ならず。早く当たったんですけどね、こういうとこだよね、こういうとこ生かさないとね。まあ今日だけの対決ではないけど、ドンって最初に引いたらもう安泰ですよね、多分ね、パチンコね。逆を言えばそれがないと結構きついと思いますけど、ただ信頼なんで状況。おっと、これはなんだ、これはやばいだろ、これこれは通常 KC の可能性がこの1ゲームで集約されてる。ちょっと待って、これ激アツだぞ、これこれ来ただろ、直撃だろ、ほらほら、来た来た、これ来た。よしよしよし、直撃だろこれ。ケイシローチャンスを確信するレビン、対決から特訓へ発展し、事前抽選っていうのを行った時はその中途半端なところ行く可能性あるんで、直撃確定ではないですけど、流れ的には直撃であってほしいですね。これはあるだろ、あるだろ、いやいや、あるはず。待って待って、どっちもあるから、どっちもあるから、ケイシローチャンスだったらやばいよ。朝一天国行ってケイシローチャンスだったらもうかなり偶数の可能性。ケイシロー、あら、よしよし、直撃だやっぱり。よっしゃー、難なく KC 持ってきた。もうさ、前回サラバンで70ゲーム終了で負けたりしてるんで、俺ちょっともう本当にこれがたまたまとかやめてくれよ、本当に。あー、10か。
あ、一発かよ、くそ。うわ、一発、一発だよ、マジで。全然乗り切れねえじゃん。思うように伸ばしきれないものの、大の調子は悪くない様子。この後の展開に期待のレビン。続いてはゆずき。はい、では新花の刑事いきたいと思います。漆黒の衝撃、新花の刑事2のスペックが違うバージョンなんですけど、核変突入率が 70% から 55% になって、電柱での大当たりが16ラウンドののは変わらないんですけど、書いてある通り2400発になってると。なので核変に突入した時のパンチ力は断然こっちの方が上、ただ入りにくいよっていう。まあでも言うて 55% なんで、北斗無双とか打つのと変わらないんですよね。若干順位を落とし、現在4位のゆずき、爆発力のある台でトップを狙う。64、赤ボタンなんで、ピーン。赤フスまでさらにチャンスアップ。テージボタンが欲しい。ボタン、ボタン、ああ来た。何が出るか。ああ保留変わります。赤保留。ああ一応赤だ、カットイン。いやーでも弱いな。はい、もう一押し欲しかったですね。しかし、あ、そう、当たった、復活だ。お見事、復活大当たり。やった、ここで 55% 取れてるかが超大事。 55% 取れてればラッシュ、取れてなかったら100回の時短です。レバーです。一気に核変突入なるか。えい。転落を引く前に140分の1を大当たりを引くと、100回までは絶対あるんですけど、100回以内に転落を引いてた場合は100回のジャッジで終わります。そこでまだ転落を引いてなかったら、まだ内部的に確変状態なので、当たるまで継続。おーっと、大ちゃん、角度は、あ、デフォだ。縄文を突破すれば大当たり。果たして。あ、残念でした。残念。しかし、プレミア演出のナウェプッシュマンが登場。やったー、復活成功で調子よく2連チャン。右打ち中の大当たりは全て2400発。この勢いで一気に出玉を伸ばしたい。おー、しまった。おー、カットイン。あー、すげー、プレミアいっぱい出る。よし、11回。これで勢いに乗ったゆずき。さらに、急心臓に悪い。気持ちよく2400発を獲得していくゆずき。その結果は、はいや、モード変えなきゃよかった。13371、6連チャンでしたね。朝一から6連チャンで早くも1万3000発オーバー。ゆずき絶好調。
ガーデングループ新大情報。7月はパチンコガロ冴島甲賀、パチンコ新必殺使用記念。スロットはガールズ&パンサー G、 鉄拳4大量導入。皆さんぜひお近くのガーデンへ。ここで皆さんにお知らせです。新ガーデン春日部が間もなく全館グランドオープンします。皆さんぜひ遊びに来てください。続いてはカーブチャー。朝一はですね、北斗無双に、まあ、久々ですかね、朝一から無双打つのは。ただまあ、八潮店さん、北斗無双大人気なんですけど、速攻埋まりましたね、さすがの。朝一は大人気の北斗無双で勝負開始のカーブちゃん。人気のだけあって、台の調子もいい様子。これで、まあ、回るんで、早めに持ち玉作って、投資を止める。お、緑。意気込むカブちゃん。緑保留から。よっ。おっ。あ、北斗ゾーンですか。まあでも最初にね、ちょっと演出があると頑張れる気がする。大丈夫。で、ギジさん。で、中のショックギミックが赤までいってほしいですね。さあ、まあロゴ落ちてくるか。もう一声。よっ。おっしゃおっしゃ、赤ショック、いや、有言実行。よいよい、枠金で、扉も金だったらいけるぜ。よいしょ、おっしゃ、まあまあでも赤で全然いいです。よし、頑張るところ。いや、金だぞ。よし、あれ、なんかもう、いや、もうこれはいけるよ。チャンスアップは十分。さらに、なりました。よっしゃ、完璧さんです。鳴らしてます。よっしゃ、やりました。300回転以内に当てるの目標を達成しました。で、149回転で、投資が6500円。もうこれ伸ばしましょう。よっ、お見事 ST 突入。カブちゃん幸先のいいスタート。今日私8万発出す予定なんで、今日こそ8万発狙いです。爆発力のある北斗無双ならば逆転優勝も夢ではない。期待に胸が膨らむカブちゃん。押し緑スタート。これも発展するでしょ。2だけど、前半なんで、信頼度は後半で来るより熱い。おいしょ、マミヤ、いや、いったっしょ。いや、欲しいよ。よっしゃ、ひとまず ST スルーは免れました。調子よく2連チャン。さらに無双ゾーンに突入し、これは16ラウンドが欲しい。頼むよ。よっしゃ、ユーログラウンド取った。いや、もういい音ずっと聞いちゃってますよ。で、7点で、よし、やりました。終わった。もったいない、ちょっと電柱入れます。まあでも4000発、まあ3500くらいは今持ち玉あるんで。まずは4000発オーバーの獲得。カブちゃん好調の台で、さらに期待が高まる。続いてフェアリンは、はい、ということで、私は信頼のうるせえ奴らのパチンコの方に座ってきました。とりあえず当たりの方もそんなに重くないので、早く当てられるように頑張っていきたいと思います。一応この機種219分の1の VST 機になっておりまして、 ST 突入率が約 50% で、継続率の方が 82% になっております。まあそんなに変則的なものじゃないかなと思っております。すごいんですよ、薬物とかもラムちゃんが作っての出たりとかするので、まあそこら辺をですね、お見せできたらいいかなと思っております。見習い回避のためにも順位を上げておきたいフェアリン。今回はパチンコからスタート。
青保留から。さらに保留が赤に変化しチャンス到来。赤か一応金とかあと虎柄とかね来てくれたらチャンスなんですけど、一応赤文字赤タイトル。当たっていただけましたね。やった、4500円です。早いで、ここから一応突入率が 50%。 いや、ここはチャレンジを成功させて入れたいな。お願いします。演出成功で ST 突入。果たして、で入らなかったので一応時短100回のともびきに行きます。まあでもここでね引き戻せばっていうすごくポジティブてか、まあここで結構やっぱ音楽とかがやっぱりこう堪能できるのか私にとってはすごく幸せ。 BGM にノリノリのフェアリン、ここで連チャンとなれば文句なしだったのですが、ということでとりあえず終了しました。連チャンならずも早い段階で初当たり、フェアリン後半の展開に期待です。一方のレビンはここまで台の挙動は悪くない展開、あとは出玉を伸ばすだけだが、さあどんどん取れ、一応強制到達かどうか覚えとこう、暗記しとこう。まあこれでいったらほぼ強制到達ですよ。次400なんで、そこ行ってないのに特訓まで行くってことはほぼ強制到達。ああ行って行きそうだね。うわめっちゃ取る、めっちゃ取る。あと一応全長中であれば 10% で書き換え抽選、248。あまだまだいかないんだ、はい、もう特訓は確定です。特訓に発展し対決、そのお相手は、おい一周決め9割型勝ちます。9割以上、おい途中でいたチャンス目とかでもしかしたら書き返してるかもしれないですけどね、結構引いたんで。144ゲーム、頼むよ。うわー行っちゃうんだねそこはね。あるよ青ない、おほら、よしとりあえずの万竜門以上、万竜門ですか、せめて金剛園。わあ20%、ジャックかよ、速攻はキングとか言ってくれよ。あ弱すぎる、弱いけど4ゲーム目までと熱いよちょっと。あでも弱いです。おジャッジゲームに行くはずの無視してこっち優先したってことは、ここでもしかしたら当たった可能性もある。にわかに期待が高まる展開、ここは決めたい。あ弱いっすね、あどっちも外れるの。
だ。お見事、本日2回目のケンシロウチャンス突入。今度こそ一気に伸ばしたい。また10はやめてくれ、20せめて。うわい、残念ながらベル10回で終了と物足りない結果に。ここから引き戻しなるか。さあ18で当たれ、 6.4分の1、もらった、はい、よし、やっと2連、やっと2連してくれた。ベルナビがちょっと伸びないんでね、あの出玉の方はなかなか増えないですけど、まあ続けばいいですよ全然。ベルナビ回数をなんとか伸ばしたいところで、今プッシュが光ったんで継続。やっと20、よし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 、いけいけ、100までいけ、100までいけ。でも20ぐらいが連チャンしてれば全然あの出玉増えていくんで、最低20ぐらいいってればね。あー20、おお今後は多め、ただよっしゃよっしゃ、ミーカチャンスか天国。その後も一気にとはいかないものの、引き戻しを重ね徐々に出玉を伸ばしていくレビン。いけ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 、このままいけ、手数で攻めよ、手数で。その結果は、でも725枚、波に乗ってきたレビン。そこへ敵情視察にやってきたのは、鏡の島来たんですけど、鏡ずっとボン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 ってドル箱を上に積んでるんですけど、その中にレビンさん、下皿もいっぱいですよ。上がってくるかもしれないレビンさんが、トップに。トップはどうだトップはだって4万発出したポコさんがいますからね。そうです、出てるな。あ、ゴッド引いた見てたらゴッド。あ、待って、その左もゴッドなんですけど、2台並びでゴッドで、多分そのお隣は自力で出されてるというか、普通にいい感じに出てますね、普通に。そうです、盛り上がってますよ、スロットコーナーも。店内の盛り上がりに合わせるかのように激しいバトルを繰り広げる4人。果たして後半戦どのような展開を迎えるのか。お庭伝説の最新情報は番組ホームページまたは公式ツイッターお庭伝説で検索してください。次回予告。前半戦を終え、メンバーの成績はご覧の通り。いよいよ残り1ヶ月となったお庭バトルロワイヤル。番組見習い降格を避けるため、そして1位のご褒美ゲットのため、ラストスパートをかけるメンバーたち。もはや一瞬たりとも目が離せない中、各メンバーの奮闘の行方は。次週も目が離せません。さあ通常決勝がいいです、決勝のチャンス。